はい、では再開していきます。秀美ですね、この子は。秀美もね、何か隠された裏がありそうな感じします。みんながなんかね、死んじゃえばみたいなね、言ってるんで、ちょっと怖いね。なんか落とし物が。あ、四つ葉のコンパスだ。ちょっと入手して寿司がいいんで、寿司にしておきます。で、改めてキャベツ太郎の目的地は、その、あれだよね、港に行くんだみたいな、なんか話がありました。ちょっとそれ見てみようか。ピープを。あ、これまでに出てきた人の情報載ってるんだ。右下読めるよ。この親父、いい味出してる。しびれる。これパート1かな。で、出会ったおじさんだけど、しびれるって選択肢選んだんだよね。そしたらやっぱこうなってると。あ、すごい、これ、ちゃんとこういう風に情報が出るんだ。赤坂より清水秀美。山内ひろこ。秀美という生徒はひろこに対して普段から嫌がることをしてるようだ。やっぱりお前やってんじゃねえ。あー、すごいすごい。あ、前回でね、僕をゴキブリのように見てくれた店長です。目的地は、港の方だと言ってました。ちょっと探しましょう。あ、登れた。いや、ずーっとなんかいろいろ探してて、どこにもこれ行き先ないぞ、積んだかと思ってたんだけど、コンビニの前、この机が乗れたと。こっから、ああ、登れました。多分ここだね。ノーヒントではちょっと難しくないか、これ。斜面になってるね。あ、やっぱりそうなるよな。そうなるよな。やば。あ、意外とスムーズに整頓されたこんなスムーズかな。トイレがね、昼ちょっと一応催してないけど、しようか。え、なにこれ。いきなりあとコンビニの服やめるか。また着替えようか。スーツとかに着替えられるかな。うん。やっぱこっちがね、素敵な出会いを求めに来たキャベツ太郎には似合ってる。で、いっぱい行けるとこあるね。上行ってみる？うん。ちょっとなんか斜めってるから酔いそうだね。酔いそうな人はね、中心に。画面に目を向けとくといいらしいよ。怖っ。ちょっとトイレ怖いね。こっちは女性トイレかな。あ、男性トイレだ。さっき入ったのは女性トイレだ。女性トイレ、ちょっと。女性トイレで用を足すこともできるんだ。ちょっと今日は女性トイレだ。やめとこうかな。あ、やめた、やめた。開けっぱなしで、するのかな。開けっぱなしで、あ、やっぱ開けっぱなしでしましたね。開けっぱなし、女性トイレの中でトイレをしました。キャベツ太郎です。ここの部屋はどう？はい、誰かいるよ。え？誰かおる。怖っ。一応話しかけるか。うん、イベントが始まった。あ、助けに来てくれたんですか？うん、ちょっと可愛い。よかった。一人取り残されてどうしようかと思ってました。うん、こんなとこで一人じゃ危ないね。確かに、なんで一人なんだ。なぜ一人なの。うん、私この会社に就職面接を受けに来たんですけど。あ、トイレに入っている時に地震が起きちゃった。さっきのトイレはあなたも使ったという。開かなくなったドアに悪戦苦闘しているうちにみんないなくなっていました。同じトイレ使わせていただきましたね。降りようにも通路が途中で塞がっていて。うん、そうだね、通路は塞がってたね。使えるものがないか調べてみよう。逃げ遅れた人がいない。もうここは危険だ。とにかく外出よう。ここは危険だ。
とにかく外へ出よう。うん、そうですね、出ましょう。歩けるか？手を差し伸べろ。お前、キャベツ。お、よしよし。この建物相当傷んでますね。うん、まあ倒壊寸前ですしね。ちょっと高齢なんで、ちょっと毎回、でもあなた名前もまだ知らないんだよな。名前もまだ知らないからね、名前まだ知らないからこれくらいの距離にしとこうか。高齢なんで、いつもあれは。ついてきてる？おー、ついてきてる。いいね。おい、ついてこ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 い。え？あ、あ、すごい。トイレにはついてこない。あ、すごい。蔑んでるような目で見てる。なんだよ、その態度は。おーい！なんだ。こっち来い。おーい！女性トイレの方に入ってこないの？すごいね。これよくできてるね。男性トイレの方も、まあもちろん入ってこないと。こっちだけ入ってきたらめっちゃ面白いね。ちょっと、僕用足してくるからそこで待っててもらっていい？こっちも入ってこないってことだな、じゃあ部屋は。うん、そういうことだよね。部屋に入ってこないってことでね。でも綺麗だね、この人ね。こっから出れる？こっからさすがに無理か。下に降りてみよう、こちら。下に降りまーす。8階、あ、結構高いとこまで登ってる。あ、そう、倒れてきてるから。ちょっと今、楽しかったな。ねえ、見てて。俺さ、6段から飛べるようになったんだぜ。6段から飛べる俺見てる。おい。どう？かっこいい？俺6段から飛べるんだけど。ブッ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 。何が禁止なんだよ一体。今までも見てきたわ。何人ものものを見てきた。じゃあさっき入ってきたとこから出るから。おっ、来た。もうびっくりするな。やめてよ、これさ、ゲーム音量大きいんだよ。もう本当にびっくりした。地震みたい、マジで。ああ、びっくりした。何何？ああ、ずっと今、変な電球映してるなと思ったら、俺が倒れてるのか。おーい！この視点嫌だな。あ、え？おー。先行けるか、君。君を、先に行く大臣に任命しよう。俺は後ろから、君を。あ、くそ。その体勢苦しくない？そんな体勢、ああ。怖い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 。ちょっと怖い、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 ちょっと怖い。ちょっと怖い、ちょっと怖い。その体勢苦しいべや。ノーヒントにしたら難しいな、非常に。うわ、トイレ崩壊しまくってる。うわ、汚い。汚くない？トイレちょっと。崩壊したとかそういう話じゃなく汚くない？これさ、女性用トイレだけど、ばらまいてるじゃん。我慢できなくなってもう、ばらまいてぶちまけないとこうはならないです。あー、出れた。出れた、出れた、出れた。来てる？さっきまで来てなかったじゃん。動いてる動いてる。あそこで動いてるわ。みんな下見える？あそこにうごめいてるでしょ、ほら。何をやってんの？早く来なさいよ。いや、怖っ。いや、来るかい。怖い怖い。行くぞー。こっちだ。ダメか。どこ行きゃいい？降りれる場所はないと。あるな、ここだ。うん、ここだね。行こう。おいで。こっちおいで。ほら、ほらおいで。あ、何やってんの？何やってんの？無目。
ねえ、ちょっとムーンウォークしないでこんなとこで。テケテテテテテ。マイケル・ジャクソンだな。あいつ何やってんだよ。早く来いよ。ああ、すごいすごいすごい。あらぶってあらぶってあらぶって。え、終わり？あの人。あの人、あそこで人生終了か？おーちょ、いる！いる！もう、サイコパスじゃない。あなた怖いですよ。もう、超能力者なんだから。その音で出るかやめておくか。やめておきます。ここで二人の愛の時間を過ごします。というか、なんかこの下になんかありそうなんだよね。そう、普通に。ほら。ちょっとこれだけ取りに行きまーす。ちょっと待ってね、そこで。なんだろう。カバン？寝るシャツジーンズ。身につけます。あら、これさ、イケメンが着るといい服で、ちょっとね、ダメなあれが着ると、キモいって言われるんでしょ？ビルの中に取り残されていた女性と横倒しになったビルを降りて、後から外へ出た。はい、次へ進みます。いやでも結構ね、危ないことしたね、上から降りてきてとか。そこで地震起きたら結構やばいもんね。キャベツ太郎的にはね、なんでさ、あそこ行ったのかわかんないしね、よく考えたら。ええ、イケメンじゃん。おお、イケメン。ここまで来れば、うん。大丈夫ですよね。ね、ひとまず大丈夫だ。あ、そんな疲れたったのね。まあ、それ、おお、見てんな。キャベツ太郎見てる。キャベツ太郎の目見てるぞ。え、そんな寝る？そんな彼女を見て。寝るかね。寝るか。そこ。これは寝るとなって非常識なやつだなと思わせて。かわいいな。かわいいなぁ。いや、ちょっと言い方がさ、犯罪者のそれなのよ。かわいいなぁ。あ、本当にでもかわいいね。私、笠原弥生って言います。マジか。あなたの名前、教えてもらっていいですか？うん、私、キャ…お、いいねぇ。ここは、魅力的なオーラを発しながら、その、隠された名前を言ってもらいましょう。あ、そうか、言わないか。僕はキャベツ太郎って言うんだよね。素敵な名前ですね。本名だと思ったのか。私、もう少しここで休んでいきます。一緒に休むじゃ。すごく大きな地震みたいだけど、気をつけてくださいね。ちょっとエリさん好きかも。お互い就職が決まるように頑張ろう。お互い就職が決まるように頑張ろう。何しに来たんだお前は。じゃあ、そうですね、頑張りましょう。うん、こんな状況だけどね、頑張りましょうよ。うん、眩しい眩しい。バイバイってやってる。手振れお前も。何お前気取ってるの。そして戻ってくる。うん、弥生ちゃんいいじゃんね。すいません、今日も一個のノルマを達成させていただきたいと思います。はい、ちょっと失礼します。サムネ撮ります。あー、いいですね、見えてます。弥生さんの見えてます。弥生さんの見えてるから、ここでおーい、前と同じサムネになっちゃうな。なんかできそう。おっ。またやってる、またやってるわ、これは。もうこういうことしかしてないな。今回のサムネはこれだな、さすがに。どこで撮る？どうする？どう撮る？こう、パンツが見えてる、これでもいい、これ。なんかこれ一瞬さ、一瞬なんかうまいこと言いそうです。これだな。よし。今回もいいサムネが撮れたな。うわー、すごいって、嬉しそう。お前らそれはやばいって。
ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。